皆さんこんにちは、まゆです。いちごのショートケーキを食べたの、お腹の中がトリトントンとタンタンとティントン、トリトントンとタンタンとティントン、トリトントンってわけわからんボルギーニ、ふんふんふん。お腹の中がトリトントンとタンタンとティントン、トリトントンとタンタンとティントン、トリトントンってわけわからんボルギーニ。時間です。すっぴんでやることじゃないね、ごめん。はい、ということで今回の第1回チキチキ一度はやってみたかってん、まゆの舞妓ちゃんメイク。白塗りしてみたいなと思ったんだよね。白塗りってしてみたいなと思ったんだよね。はい、ということでします。白塗り、最近その舞妓ちゃんっていう YouTuber さんにハマってて、もっぱんされる方なんだけど、なんかこう白塗りのキャラクターってなんかこう存在自体で笑えるじゃんって思って、と疑問を抱きました。私が舞妓のメイクしたらどうなるんだろう、私が白塗りしたらこの顔どうなっちゃうんだろうって皆さん気になりません？気になりません？気になりますよね。はい、よくできました。ということで舞妓班メイクをしていきたいと思います。ちょっと私もよく分かってないんだけど、まあなんとなく見よう見まねでやってみようかなって思ってます。パフメ昔いっぱい持ってたと思うんだけど、なんかこれしかなかったから、こっち使ってるから、こっちの裏側で反対側で舞台屋。うわもうこんなになった、やばな、塗り絵みたいで楽しい。あ、ニベアの香りです。ニベアみたいな香りです。ニベアクリームの香りだね。これさ、簡単に落ちてくれるの？化粧落としで。また顔洗うのめんどくさ。今洗うんだろうね。何これ、ウケるんだけど、ちょっと面白いわ、面白すぎる。バカ友だ、バカ友やん。からのチークを塗っていきます。あと眉毛とアイチーク、これすぐ落ちてくれることを願うわ。いや、これはペンシル、鉛筆の方がいいな。私のっぺり顔だからさ、意外と似合うかもしれない。できた。はい、あとリップか。ウケんだけど、これ TikTok 撮りたいわ。完成。どう？似合ってる？待って、一回で満足かも。それはそうだけど、こんだけちょっとね、お高めのファンデーション買って、もうあと何、これ何使えばいいの？一回舞妓メイクしたらもう飽きちゃった。いやでもね、思ったより面白いわ。思ったより面白い顔になったわ。なんか撮ります、 TikTok 的なものを、ね、似合う？似合う。はい、じゃあ皆さん、まゆちゃん舞妓のメイク似合うって思った方はぜひチャンネル登録、高評価をコメントお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひフォローの方よろしくお願いします。概要欄に、サブチャンネルなどなどあるのでぜひ見てみてねってことで、1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
3、4、5、また明日。